はい、あ、やばい、当たっちゃった。そうです、高いとこ高いとこ持ってこないとそんだけ構えます、見てごらん、構えます、はい、これは頭この位置で上げようと思ったらこの方が楽でしょ、これおかしいでしょ、はい、どこが無理ですよね、頭の位置が楽かな、そうそうそう、上だ、そうだ、そう、高いとこだから、でしょ、それがだん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 こう上がらずにこう上がり始めるから、ああそうだ、それがダメなんだ、そうですね、高いとか高いとか、分かりました、オブラード、あべそんなに優しくない、優しくない、そう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 、円運動、はい、そのまま円運動、円運動、はい、円運動、おっ、うわぁ、ちょっと待って、かわいいんですよ、そうなのよ、足がこれゲーや、ゲー、俺なんかゲーに似てる、振る、そっか、そうですね、ここまではすごいと思います、すごい、センスしかない、嬉しい、センスの塊や、はい、よし、で、あげ、頭が、よっしゃ、ふぅ、たまだ、すごい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 、あとも怖がらずに、はい、クラブ上げて、下げておいて、全然 OK、 全然 OK、 全然しないよ、やっと、で、なぜ当たるのかが分かってるから、結局頭、よく頭を動かすなって言うじゃん、頭を動かすなってのは絶対正しいと思うんだけど、だから問題はなんで動かしちゃダメなのかっていう、なんでのところを絶対説明しないとダメなんだよ、うん、ボールを見なさいっていうのも僕は見なくていいってよく言うじゃん、見なくていいじゃなくて見なくても絶対見てるし、そういうとこなの、だから当たらないからボールをしっかりよく見て頭を動かさないように打ちなさいっていうのは正しいわけだけど、それはなんでそうなのかってところを説明してあげないと、あ、ボールを見てるから当たるんだとか頭を動かさないから当たるんだっていうのは全くなんていうか、ね、解決になってないから、うん、でお月さんの場合構える、ね、頭の位置関係が分かったその位置のまま、はい、あとは円運動をかけるだけだから、あとは怖がらずにクラブヘッド高い位置上げて、うん、しっかり動いてもらうそのまま、で今フィニッシュ取ってないから、フィニッシュ取ってないからもうこの形になってるけど、次はその後フィニッシュ取らせていけばこのまま構えてもらってビョンって振りました、テストストップね、テストップでしょ、はい、こことここを、うん、ごめんなさいね、回していく、ほう、こうやって回していけばここに来るでしょ、かっこいい、こう考えてすごい、これ角度、これ残しちゃうと回らないでしょ、あ、確かに、回していけばそっか、かっこいい、でもう一回やってみようか、これも取るとこも取ります、今取ってるからいい、なんだったらこっちからここのそのペットボトルここの構えますよね、はい、で構えたら
ここに、ここにこうライトがあるのね、こうライト。おお、はいはいはい。懐中電灯がね。はい、でその今、懐中電灯の光って向こうを指してるでしょ。指してます。わかります、うん、これが、こう振りますよね。多少動きますよね。うん、動きますよね。で、打った後に、これがこっち向いてこれば、うん、この懐中電灯の光がこっち向いてこれば、うんうん、ここまで振れるんだよ。でこれが懐中電灯の光がここまでしかないと、こうしか来ないと。はいはいはい、はい、分かった分かった。これがブランと回ってこれば体回せるから。はい、でさっきの振り方のままでいいから、ちょっと振る、好きでいいから、右腰に懐中電灯がついてて、うんうん、懐中電灯の光が打った後にこう向くつもりでブルッとこうでスイングになると思う。なんとなく分かるやろ。なんか構えといて、はい、そこから打ったんですよ。それで一回スイング、頭打ってもらった。はい、はい、打ちます。今回両足閉じて、はい、ボールの位置をセットしました。はい、はい、そのままスキーに振ってごらん。はい、向こうと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 、この形になってくるかな。ライト、そう、この状態から、この状態から、要はこれはここまでしか振れないでしょ、うんうん、この体が回ってこれば、向こうに回してこれば最後まで振れるはずだから、もう一回振ってもらうぞ。はい、そのまんまピュッと、そういう感じ。はい、しっかり、はい、そこからしっかり振る、そうそう、すぐなってくる。はい、よし、行ってみよう。はい、はい、はい、頑張って、頭そのうちで、やったー、ちょびりぐれ。そうすると、要はよくゴルフの番組とかいろんなその雑誌とかで見たときに分かるじゃん、うん、こう最後のこう、まあアドレスみんな見るじゃん、プロとかいろんなテレビとか見たとしますよね。アドレス、アドレス、構え方、アドレス、ごめんなさいね、構え方、構えましたよね、はい、構えた後に、じゃ打ち終わった後ってさ、これおかしいじゃん。かっこ悪いでしょ。はい、かっこ悪いでしょ、うん。打ち終わった後かっこいいのって。ああ。かっこよくない。はい。この形作ったことがあるか。そのまま。このまま。うん、自分のそう、かっこいい形っていうのは。そうですね。すごい。うん、これかっこいい形。はい。この形イメージしてね。はい。この形ね。すごい。はい、もう一回戻して、そこからもう一回フィニッシュ、形作ってください。最後まで。最後。はい、よいしょ。よいしょ、はい、この形、ここでピタッと止める、この形、ね、うん、この形イメージできてるね、うん、イメージできてるね、はい、じゃあ今度戻して、じゃあ今度、はい、まず構えたら、そのまま、このまま上げたら、その形だけ意識してやってごらん。はい、かっこよくなるから。 OK、 うまい。嬉しい、汗が素晴らしい、素晴らしいです。うん、嬉しい、今のかっこよく見えてますか。あの超時短の料理みたいなもん。料理されてます。そう、炊飯器の中に全部入れてボタン。美味しい、やった、なんだ。そういう感じでやってもらえれば、もうぜひいいと思うので、うんうん、それをまず練習してください。はい、わかりました。します。すごいじゃん。マジですごい、すごい。まあ、とりあえず駆け足で、まあ、ずっとやってきたけど、ゴルフの説明から、クラブの説明から、運動から全部やって、なんか知んないけど、9万円になりました。いや、すごい、うん、所要時間1時間ぐらいなりました。フィニッシュたら、まさか俺もフィニッシュまでいけるとは思わなかったけど、まあ、彼女の感覚だったらいけそうだなと思ったから。すごい、うん、ありがとうございます。だから素振りが練習になるし、うんうん、素晴らしいと思う。素晴らしい、しかもこんなに可愛かったらやばいですよね。もう誘われまくりだよ、お願いします。半分じゃないですか、顔が私の3分の1ぐらい。あ、本当ですか。半分以下。マジか。
体型もね体型は言い過ぎてる。確かに5分の1だって後ろに隠れる言い過ぎてる。こっちも後ろ行ってみる。めっちゃ見えるしかわいい。でも本当上手だよ。いやマジ上手です。すごい、あの空振りないからすごいです。ありがとうございます。でもやってみて、はい、そんなに難しくはなかったでしょ。難しいことは僕言ってないと思うから、たまにちょっとアドレスとか専門用語、うん、だから教えた時にどう来て見ても初心者の感じしなくなったから出ちゃうんだけど、うん、でもそんな難しいこと言ってないからね。はい、うん、だからアドレスとバックスイングとフィニッシュと、うん、分かんないと思うけど、まあ、とりあえず構えと上げ方と終点、うん、終点、うん、今大事なのは構え駅、うん、構えと上げてサイドと終点駅が決まれば、まあ、驚くべき速さで上達すると思います。すっごい速いと思います、うん、楽しみです、うん、楽しいのがね、まあ、一番、うん、次回またドライバーかなんかをやればいいと思いますから、はい、うん、また参考にしてみてください。チャンネル登録、高評価、ベルマーク通知もお願いします。おつけちゃんのインスタも載ってます。お願いします。おつけちゃんゴルフデビューです。イエーイ